どうも、キツネストネーションス、本日、10月4日、ペナントレース最終戦、143試合目、対ヤクルト、4対5負けました。さよなら負けです。はい。いやー、ねえ、サトテル、ザキさん、ちょっと CS は頼むよ、マジで、サトテルエラー、もうバッティングいいんだから。最近調子上げてきてるんだから。ええな。ちょっとまあ、いや、ザキさんもね、シャキッとしないところもあって、ちょっと最後に、ね、まあ、クライマックスシリーズ、日本シリーズではもうボゲーは、なしでいこうということで、まあ、景気づけにちょっとボゲーいっときますか。ボゲということで、はい、皆様、まあ今日はね、いや本当に大竹の、最高勝率がね、残ってたんですよ。まあ巨人ジャイアンツ対ベイスターズで、ベイスターズが敗退、東に、負けがついたんで、大竹のね、大竹今日勝ちつけば、最高勝率のタイトル。あったんですが、ザキさんが、ちょっと壊してしまいました。ザキさんがっていうか、まあ、誘ってる？どっちが悪いとかないけど、まあ、ちょっとね。まあ、今日はね、まあ、面白い試合でしたよ。まあ、割と試合展開も、早くて、まあ、中断が2回かな。2回ありましたけども。まあ、まあ、試合のテンポも早かったですよね、今日は。だいぶ。で、いやー、まあ、ね、ザキさん、サトテルは、まあ、ドラゴンズファンには気をつけてくださいということで。今日、タイガースが、ヤクルトに負けたことによって、ドラゴンズが最下位、になりましたんでね。最終順位は、タイガース1位、カープ2位、3位、ベイスターズ4位、ジャイアンツ5位、ヤクルト6位、中日ということでね。いやー、まあ今日もボゲーな展開、まあ最終的にはボゲーな展開でしたけども、笑ってね、ボゲーを言えたんで、もうオールオッケーです。はい、 CS クライマックスでね、しっかり、勝っていきましょうと思っておりますが、まあ10月に入り戦力外通告、まあいろんな選手が戦力外通告にね、なりましたね、本当に。で、現役ドラフトとか、まあ普通のドラフトとかもあってね、まあ、CS 日本シリーズの他にもね、たくさん、イベントあるんですけども、はい。まあ、現役ドラフト、現役ドラフト予想だったりとか、戦力外通告に関しての動画もね、まあ、おいおい、まあ、上げるかもしれないんで、その時は皆様よろしくお願いいたしますということで、まあ、ちょっと試合の感想というか、まあ、最初に、まあ、おめでとうございますと言いますか。大山、最高出塁率。中野最多安打おめでとう。近本盗塁王おめでとう。ザキさんセーブ王おめでとう。村上最優秀防御率おめでとう。いや、なんやかんや、なんやかんやね、まあタイガース、まあ地味と思われがちですが、タイトル 1,2,3,4,5 5つ今のところも確定してます。はい、素晴らしいシーズンでした。ありがとうございます。はい、ということで、まあね、今日はね、近本のデッドボールから始まり、近本よう当たるね、本当に。まあで、まあ大山ね、大山サドテルと、ホームラン、まあ、大山これで19本で、もう1本打ったらね、ちょっと見栄えがだいぶ変わったんでね、20本今日打ってほしかったんですけど、まあ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 いいでしょう。で、サトテルもしっかり今日打ってくれて、なんやかんや、なんやかんやね、大不調が続いてた時期とかもありましたけども、最終的に2023年2割6分3厘、24本、92打点。いや、だいぶ戻した。いやー、素晴らしい。来年こそはね、まあ、2割8分30本、110打点ぐらいいってほしいね。希望ですけども、言ってほしい。いや、本当に、いや、今日はね、まあ、ノイジー、まあ、ね、
なんかその、あの、6回かな、6回、サトテルの犠牲ぐらいの後ね、まあその、まあみんなが、もう球場全体が盛り上がってるところ、初球で、内野ゴロに倒れると。もう、何回も見た光景、その、サトテルが打って盛り上がってる中、ノイシーが初球でアウトになるというね。もう何回も見た光景、また見ましたけども、今日はね、タッチアップ、いや、これ素晴らしすぎたね。いやー、素晴らしいよ。まあ、いいところも悪いところも見れたって感じかな、今日はノイジーの。いや、肩がいいね。あの送球以外アウトにできないからね。いや、ノイジー、あれはね、いや、本当にナイスプレーでした。いや、マジでナイスプレー。いやーね、まあ、まあ、そして、まあ、今日はね、大竹結構ヒット打たれちゃいましたが、フォアボールはなかったかな。そして、才木がね、今シーズン初の中継ぎでの登板ということで、クライマックスシリーズ、日本シリーズを見据えたね、起用法、だとは、思うんですけども、しっかりね、抑えて、いや、ナイスピッチングでした。いやー、本当にナイスピッチング。いや、文句ないですね。素晴らしいピッチング。で、今日は糸原も、代打でヒット打ってますしね。あ、そうそうそう、大竹もね、珍しく、まあ、ヒット打ってますし、いやー、まあ、そうだね。今日はそんな感じかな。はい。まあ、まあ、父親個人的な話をしますと、まあ、クライマックスシリーズ、日本シリーズ、甲子園のチケットを、まあ、外れていけなかった時は、生配信で、まあ、お送りしようと思っており、いるんですけどもね、まあ、よりね、より良い音、画質をお届けするためにね、ちょっとね、カメラとかね、カメラ、照明、ライトですね。ライト、照明とかね、もろもろ買いました。カメラ、照明、あとなんだ、なんかキャプチャーボードみたいなやつ、なんかいろいろ買いました。10万円ぐらい。はい。まあ、9万6千円かな、ぐらい買ったんですけども、カード上限来て、なんかね、支払えないというね、まあ、トラブルが続いておりますが、まあ、クライマックスシリーズ、日本シリーズは、生配信しますんで、その時よろしくお願いします。もしかしたらね、なんだっけ、フレッシュリーグじゃなくて、フレッシュリーグだっけ？やべ、名前出てこない。二軍のね、試合、クライマックスシリーズ、ファーストラウンド、まあ、あるんで、まあ、ちょっとね、次の CS18 日まで、まあ、18日までとか2週間ぐらい空くんで、まあ、2軍の試合に、まあ、1軍の選手出すって岡田監督言ってましたけども、はい、まあ、もしかしたらその試合の、配信もするかもしれませんので、はい、その時はまたよろしくお願いしますということで、皆様、今日の動画以上になります。また、CS はね、しっかり勝って、1年間皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと、はい。ということで、また、元気で、笑顔で、ボケなしでお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録してほしい。